大阪市内には40年以上前から地下鉄が計画されているものの、結局実現しておらず鉄道空白地帯となっているエリアがあります。そのエリアは大阪市24区の中で最も公共交通機関の整備が遅れていると言われており、未だに区の大部分には鉄道が通っていません。大阪市内にはいくつかの未着手の地下鉄路線がありますが、今回ご紹介する地下鉄計画はその中では最も高い費用対効果が見込めるという試算結果が出ています。今回は大阪市内の鉄道空白地帯大正区の地下鉄長堀鶴見緑地線延伸計画をご紹介します。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。大阪市の南西に位置する大正区の代表駅は JR 大阪環状線と地下鉄長堀鶴見緑地線が接続する大正駅がありますが、実はこれが区内唯一の鉄道駅となっています。区全体に目を向けると鉄道が通っているのは北端部に位置する大正駅の部分のみで、大部分が鉄道空白地帯になっていることがわかります。かつては大阪市電が通っていましたが、現在大正区内の公共交通を担っているのは大阪シティバスで、大正駅と区内南部の鶴町4丁目まで1時間あたり最大16本の高頻度運転を行っています。さらに途中の大運橋大正駅間に限ってみれば、最大1分未満の間隔でバスが運行される市内屈指の高頻度ダイヤとなっています。大正区内はそれなりの需要が見込める区間なので、40年以上前から地下鉄を通す計画がありました。1982年に大阪府と大阪市の合同構想として、大正区南部の鶴町から大正、玉造、今里に至る路線が上がり、これが後の長堀鶴見緑地線の原型となります。1989年の運輸政策審議会答申第10号では、長堀鶴見緑地線の他の区間とともに鶴町大正間が盛り込まれ、2005年までに整備に着手することが適当である区間とされました。その後花博の開催に合わせ、1990年に京橋鶴見緑地間、1997年に大正京橋間と鶴見緑地門真南間が開業しましたが、残りの大正区内の区間だけは未着手の状態が続いています。ここで計画されていた大正区内のルートを見てみましょう。鶴町大正間の距離は 5.5km となっており、 J 字型のルートで結ばれる計画です。大正駅を除く新駅は6駅設置される想定です。延伸に伴い長堀鶴見緑地線の車両を増備する必要があることから、鶴浜周辺に車両基地を整備する計画もありました。長年計画に含まれていたにもかかわらず、大正区内の区間のみ未着手な理由は採算性に疑問が残るためです。2014年に大阪市は今里筋線と千日前線の延伸と敷津長吉線構想とともに、長堀鶴見緑地線の鶴町延伸について試算結果を取りまとめました。鉄道の新線建設の是非を判断する際に使用される指標として費用便益比というものがあり、この数値が1を上回れば費用対効果が見込めることになります。試算結果では長堀鶴見緑地線の鶴町延伸は他の地下鉄3計画よりも高い 1.21 という結果が出ました。さらに一部区間を高架路線とし、車両基地は新設せず、既存の鶴見検車場を拡張するコスト削減プランでは 1.92 という数値が出ています。しかしそれでも路線自体の収支採算性には課題があり、新線区間の加算運賃に加え約1割の需要増加が必要になると結論付けられました。
大正区は24区で最も人口が少なく、費用便益の試算は様々な変動要素により予測を下回る可能性があり、鶴町延伸の実現はかなり困難だと思われます。同じく地下鉄の延伸が構想されてきた今里筋線では、延伸区間での BRT 社会実験今里ライナーを運行していますが、そのバス路線ですら輸送力を持て余している状態です。そのため鶴町へは地下鉄延伸どころか BRT の整備すら見込めない可能性があります。もともと新しい車両基地の用地として用意されていた鶴浜の敷地は2020年に商業施設へと転用することが発表されました。ただしこの用地がなくても先述の通り既存の車両基地を活用することで延伸自体は可能です。 IKEA などが進出し商業施設も開業する鶴町周辺の開発が進み、再び地下鉄延伸の議論が行われることはあるのか、今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。